わきです、はい、今日はこういう荷物が届きました、これを開封していきたいと思います。こちらになります。こちらフリーテルの、レイ2であるという、ものになります。ユーザー登録のご案内という紙が入ってました。で、こちらが、本体ですね。3色あったんですけど、白、このように白と、黒と、ブルーの3色がありました。はい、本体はこちらになります。はい、今回ね、こちら、1月の16日まで、OCL のモバイルワンという、SIM ですね、それを契約した方は、数量限定なんですけども、こちら携帯が390円、税抜きで390円で、手に入るということで、こちらを購入いたしました。購入した理由としてはですね、皆さん、こちら見てください。こちら分かりますか？いけないところが出てきましたが、こちらですね、 iPhone の 5C というものになります。だいぶ古いんですが、私がバス、高速バスの運転手をやってた頃に、ちょっと情報を見たくて、道路状況とか情報を見たくて、これを購入したんですが、アップルによりますと 5C の、サポートは、しませんということで、 OS の方のアップデートも、配信されません。で、動作も遅くなってきたし、OS が古いため動かないアプリとかも出てきたので、今回、こちらのね、フリーテルさんの携帯を、購入したということに、なりました。はい、こちらのね、
で、こちらの、フリーテルさんの、携帯、安く買うために、このように、こちらまだオープンしてないんですけど、こちらも開けていきたいと思います。こちらね、OCL のモバイルワンという、SIM になります。というか、設定等に関するご案内というものが入っていました。で、あとこちらですね、SIM カードの、取り扱いについてと、はい、こちら、SIM カードの取り扱いについてということで、この中に、SIM が入っております。このように、SIM が入っております。このまま見せます。映しちゃいますと、ちょっと電話番号が分かっちゃいますので、で、この SIM がですね、見えますかね、見えますかね、標準サイズと、ミニサイズとナノサイズ、こちらの SIM がですね、使う、スマホによって、標準サイズとミニサイズとナノサイズに、切れるようになっているみたいです。はい、このとりあえずこの OCN の SIM カードとフリーテルさんの、スマホの、ご紹介でした。この後ね、このスマホの、使った感想などをまた別の動画でアップしていきたいと思います。今日は以上です。では、さよなら。